武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは、センター試験の政治経済で6割を取るための勉強法について紹介をしたいと思います。まず6割であれば、参考書一通り全て終わっていれば、十分、点数は取れるようになるとは思います。まあ基本的に政治経済に関しては、覚え方がちゃんと分かった上で、正解率上げていければ、点数は取っていきます。ただこれやるときに気をつけるのが、本当に用語の丸暗記をしないということですね。このあたりは政治経済の実際の過去問を見てもらえば分かるとは思うんですが、まあ、選択肢の出方が用語だけで聞いてくるようなことってほとんどないんですよね。なのでまあ、用語の細かい説明の部分も含めたり、周辺情報だったりね、でそれも、ちゃんとなんていうか微妙な違いとか正誤問題多いんで、そのあたりも細かく、読み分けられているかどうかっていうあたりが、非常に聞かれると。要は単純な暗記だけで乗り切れるような問題が少ないっていうのが、政治経済の特徴ではあるので、割と講義用の参考書を読んだりとか、答えの周りの情報をちゃんと読んでおくっていうのが非常に大事になります。で、参考書終わったにもかかわらず6割にも到達してないっていう状況の場合には、これらの部分をあまりやらないで急ぐあまり答えの暗記だけで走り切っちゃってるケースが非常に多い、もしくは、まあ特定の分野が非常に弱いとかっていうケースかなとは思うんですが、まあまず政治経済で点を取りたければ、センターの政治経済で何聞かれてるのかをちゃんと過去問などで見ていく必要があって、それが解けるような覚え方をするっていうことを意識しておく必要があります。それを用語さえ覚えていればいけるでしょうみたいな形でやったりとか、何したらいいのかよく分かんないままただひたすら勉強してるだけの点数が取りづらいので、センターの政治経済で取れるような覚え方っていうのを、問題集でちゃんとやっていけるようにしましょう。以上が、センター試験の政治経済で6割取れるための勉強法となります。